エテルナルキナ独立国はかつてオーストラリアにあったニクロネーション1995年に消滅した。エテルナルキナは憲法や法律を保有していなかったため全て大統領の独裁であった。最終的にビクトリア州の土地を領土とした際には付近の住民50名がこれに従っている。国土は16平方キロメートルを有していたため国土内に エテルナルキナ国籍を保有していない者も,も複数いたとされる。最高地位は大統領であるが、ノイマンのミドルネームは英語の男尺に由来する。ちなみに全住民がオーストラリアとの二重国籍扱いであった。エテルナルキナは戦争用の軍事力を保有していない胸が1989年のテレビレポートに紹介されている。ただし、 大統領直属の独立軍と称する時系組織が存在していた。1994年時点でエテルナルキナ独立国を国家承認していた国連加盟国は存在しない。後継政府を自称するエテルナ王国も同様である。エテルナルキナの国土がオーストラリアに包囲される形で置かれていたため、1990年の裁判では、 オーストラリア内の組織として起訴されている。全住民が同国との二重国籍を保有していた。オーストラリアはミクロネーションが多い国として知られている。ノイマン初代大統領の故郷であるドイツでは彼を支持する団体が複数あった。しかし、これらの団体はエテルナルキナを面白がって支援していたと思われる。ありがとうございます。